スバリストのコーナーです。今回は千代田町の造園業丸久米造園株式会社の大沢義明社長にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。お願いします。早速伺いますが、はい、大沢さんの愛車は何でしょうか。こちらの新型レヴォーグになります。新型レヴォーグ。いや、納車されてから間もないと思うんですけど、いつ納車になりましたか。8月の26日の先行予約をさせていただきまして、うん、で、実際納車が12月10日、うん、多分第1号ということで、今喜んで乗らせてもらってます。あの番組でもね、この新型レヴォーグの登場は初めてになるんですよね。はい、あの実際にこの新型レヴォーグに乗られてみて乗り心地などはいかがですか。はい、やっぱり、操縦性、あと走行時の安定性、うん、あとバックミラーが、はい、あの今度モニターになりまして、はい、だいぶ広角に見えるようになりまして、うん、安全性も含めて乗りやすくなったと思います。シートもフラットになりまして、あの移住性がいい車になっていると思います。いや本当に乗ってみたいなって思ってる一台なんですけれども、やっぱり乗り心地もすごく良さそうですね。そうですね、はいはい、やはりですね、あの最新鋭のアイサート X を搭載されましたので、うん、その魅力で買わせていただきました。新しい機能のアイサート X、やっぱりいろいろと使ってみたい機能もありますもんね。そうですね、はい、ハンドルを戻してくれる機能ですとか、うん、そういった機能を使ってみたいと思います。あと新型レヴォーグといえば、先ほどおっしゃられたアイサイト X はもちろんですけれども、はい、車内にあの 11.6 インチですか、はい、大きなモニターがありますよね、はい、あちらのお使いの具合とかはどうですか。そうですね、あのモニターが大きくなりまして、地図等もですね、大きくなりました、うん、その中でですね、やはり運転しながら左から見るのはちょっと怖いなっていう時に、うん、設定を変えてやるとですね、はい、今メーターパネルも液晶になってまして、はい、でそのメーターパネルの中にですね、地図が出てきまして、そこでカーナビが見れるっていう、すごいあの運転しやすくなってますね。すごいですね、はい、あの視線を全く落とさず映さず、もう前だけ見ていればその目の前にカーナビがあって。そうですね、はい、全然あのドライバーの負担とかも変わってきますよね。そうですね、とても便利になりましたね、うん、やっぱりどうしても運転しながら左下見るのはおっかないんで、うん、そう考えるとやっぱりそこに出てくるっていうのはもうすごい革新的だと思いました。いや本当安全面もパワーアップしてますね、はい。カーナビの方もスタイリンクということで、あの今携帯と連動しまして Wi-Fi をつなげてやると、自動で更新してくれる形になっております、うん、だから画面も大きくなったのでとても地図も見やすく、都内等行くと 3D、 あとは実際の映像が出たりするみたいなんで、それも楽しみにしてます。いやーカーナビの更新とかって意外と忘れてしまうんですよね。そうですね、はい、そういったところもしっかりやってくれるっていうのはとても助かりますよね、はい。新型のレヴォーグで出かけてみたいところとかってありますか。そうですね、私趣味であのスポーツフィッシングでブラックバスと釣りをしてまして、うん、例えば河口湖だとか、うん、そういうところに高速を乗って行ってみたいなと思ってます。そうですよね、荷物とかもいろいろと詰めそうですから、釣り竿とかもすごく収納も楽そうですね。そうですね、はい、あと私はもう一つ趣味がありまして、はい、ゴルフの方もやります。おでバッグもですね、リーダーさんに確認しますと4つ詰めるということなの で、うん、でまあ、大体ゴルフは4人でやるものなのでワンチーム乗れますので、うん、とても便利だと思います。いや本当にそうですよね、はい、今家業が造園業をやっておりますので、うん、はい、やはりスコップを積んだりとか、うん、あと小さい植木を積んだりとかするもので、うん、どうしてもやっぱりワゴンタイプで後ろに荷物が積めるタイプがとても便利に使っております。やっぱりそこが一つの大きなポイントなんですね。そうですね、はい、そしてお仕事のお話も出てきたところで、この丸久米造園さん、はい、まあ、こちらではどういったお仕事を手掛けていらっしゃるんでしょうか。そうですね、工場の緑地管理、またハウスメーカーの新設の新しい植栽工事、またもちろんですが公共工事などで公園ですとか、あと道路です、はい、道路の緑地管理を主にやらさせていただいてます。いろいろと手広くなってくるわけですね、はい、人に優しい環境づくり、うん、でやっぱりお客様のニーズに応えるということで、うん、そういう形で今社員一同切磋琢磨してやらせていただいてます。やはりですね、生活に必要な憩いの場ということで、うん、緑は必要だと思います、うん、そのためにですね、やっぱり人にも優しく環境を作っていくっていうのが私たちの仕事だと思うので、それを目指して仕事をさせていただいています。緑がある環境っていうのは本当に人の心に憩いを与えますもんね。そうですね、はい、癒しにもなりますし、はい、最近やった現場で、スバルさんの矢島工場の玄関のですね、はい、大銀杏が
18本あるんですが、うん、そのイチョウのですね、強剪定ということで、うん、これやらせてもらったのがとても印象に残ってます。お、18本、あの工場の前の。そうですね、結構それも大変だと思うんですけれど、大体そういう場所で作業されると何人ぐらいの方でやられるんですか？その時はですね、高所作業車を使い、7人で休日にやらさせていただきました。工場の周りの緑地管理を、年間でですね、受け負っておりまして、中の芝ですとか、あと低木の刈り込みですとか、あとはもちろん植木の剪定等をですね、年間かけてやらさせていただいています。いや、矢島工場もかなり広いですよね。そうですね、はい、今年で17年目ぐらいになります、はい、結構かなりの長い期間スバルの工場での作業が多かったんですね。そうですね、はい、まあ、実際工場緑地法が変わりまして、うん、まあ、緑地が減ったりしている中で、うん、やっぱりある緑地を残している方向で、うん、いろいろ選定させてもらったりとか緑地管理やらせてもらってますので、その辺のノウハウは、他社さんより、うん、多少は優れてるんじゃないかなと自負しております。今まで培ってきた工場の緑地管理等のスキルをですね、生かしてですね、新しい工場の管理をさせていただいたりとか、あとまた趣味でもあります釣りとかゴルフで、このレボーグでですね、遠くに遊びに行きたいと思っています。スバリストのコーナー、今回は千代田町の造園業丸久米造園株式会社の大沢義明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。